今日もいいベストショットが撮れたんじゃないでしょうか。このハンバーガーを渡してるシーンね。いや、しかもこのハンバーガーそのままだし、なんか包まれてもないし汚いな。さあ、今回もね、こんな感じで写真を撮るゲーム、写真シミュレーターをねやっていこうと思い、間違えた、動物園ゲームだったね。さあ、夢の国を作っていこう。ポン、タコ、ボンドです。早速この出来上がった草原エリア、ここにね、新しい生き物を飼育していこう。この場所に合う動物がカバなんだよね。一回カバの情報を見てみると、まあ、ここに星3つついてるから、やっぱ草原が一番住みやすいってことだよね。水ないけど大丈夫かな。まあ、カバといったらなんか川に住んでるイメージするんだけどね。あと絶滅危惧種なのか、カバって。さあ、一匹目のカバがやってきましたね。いいお尻。やっぱでかいな、カバ。お、いいものが取れたんじゃないでしょうか、今日も。おっとおっと。ちょっと。いや、もう不審者なんだけど。よし。お、でも2匹目来たよ。あ、小さいカバ。子供だね。ここのお客さんも喜んでるね。あ、双子かな？全く一緒な動きしたぞ、今。双子すごいな。お、なんだ？危ない危ない。今こっち見たと見られたと思った。危ないよ。よし。またいい写真撮っちゃったな。家に飾っとこ。よし、こんな感じで色々設置してみたけど、早速向こうで、カバがシャワー浴びてるね。お客さんも喜んでるよ。もうお客さんとカバの距離が近すぎるな。よし、おお、目の前で、プールの中に入ってる。お、来た来た。またいい写真撮れたんじゃないでしょうか。これは、サムネにしてもいいかもしれないね。サムネの写真を、狙って撮っていくっていうのも面白いかもしれないね。よし。じゃあ、カバの、この、水。水系ばっかだけど。お、来た来た、早速。コカバ。コカバが来たね。おー、気持ちよさそうにしてるよ。ほら、どうだどうだ。よし、体をきれいにして、立派に育つんだぞ。よし、後ろの方も。お、これで達成したね。よし。いい仕事してるな。動物園の園長向いてるかもしれないな。お、この人は？お、雇った人だ。お、頑張って、吹き始めたよ。しっかり仕事してます、アピールしてきたな。いや、その一瞬だけかよ。早いな。鼻ほじんのよ、しかも。まったくカバみたいな体しやがって。よし。あれ？餌やりコーナーはできないか、さすがに。カバに餌やりコーナーできないか。まあ、危険だからね、普通に。あ、この人は、カバの健康を見てる人かな？飼育係的な人だね。なんかチェックしてる。よし、しっかり働けよ。仕事もいろんな役割があるからね。いろいろとも雇ったけど、ここにもいるね。よーし、カバの場所はとりあえず完成だね。待って。掃除の人が二人、しかも同じだな、顔。相変わらず磨く時間短いな。ちょっとカーネル・サンダースみたいな顔しやがって。さあ、ここはゾウだね。前回作ったゾウエリア。よし、今日も元気にしてる。で、ここが清掃員の部屋だね。まあ、さっき掃除してるおっさんがいたけど。このトイレまでの道に、いろんな施設を設置してみました。
これで無駄はなくなったんじゃないかな。よし、じゃあカバの場所も作ったんで、新しい場所も作ろうかな。これはでかいぞ。よし、隙間なく、ポン。よしよし、お、星も10になったね。よし、いいぞいいぞ、どんどん。飼える動物も増えてきたね。さあ、こんな感じで道をつなげまくろう。さあ、今回このサバンナエリア作ったけど、ここに住んでもらう動物がやってきました。アンテロープっていう動物だね。角の生えた馬みたいな感じだね。まあ、見た目的には。よし、カメラで見てこう。アンテロープ。特徴といったらやっぱ角だね。まあ、オスもメスも角がある感じかな、これ。もう刺さったら、痛いよね、これ。お腹とかに刺さったら血とか出そうで怖いんだけど、ちょっとこのね、アンテロープ。まあ、子供はまだ角が生えてないって感じか。お。あったあった、餌やりコーナー。よし、早速あげてみよう。さあ、こっちだ。よし、草にしようかな。草だぞ。おい。誰も来ないな。やっぱそういう動物なのかな。の子供のアンテロープはどうだ？一匹来たよ。顔なしのモノマネやってみたけど、どうでもいいね。さあ、草だ。来た来た。ほら、どうだ？おいしいぞ、これ。ほらほら。あ、食べてくれた。やっぱ可愛いな、近くで見ると。じゃあ、さらにこっから、リンゴでいこう。さあ、リンゴって結構硬いけど、いける？ほら、これ美味しいんだぞ。うわー、食べた食べた。よしよし。まあ、近くで見るとなんかヤギみたいだね。これで満足してくれたかな？アンテロープか。まあ、知名度は低そうだけど、お客さんは喜んでくれてるねー。カメラなんて持って。おっと、見てください。やってきました。ベストショット撮るぞ。飲み始めた。この姿をカメラに。ここ。いいものが撮れたんじゃないでしょうか。また。ちょっとこれプロのカメラマン目指せるんじゃないでしょうか、僕。プロカメラマン系 YouTuber になろうかな。久しぶりに乗り物に乗って見てもらおうかな。よーし、行くぞ。お、お客さん。どいてどいて、お客さん。危ないよ、これ。こいつ普通にやばいんだけど。これお客さんの目の前で走り回ってるけど、これ。よしよし、じゃあここら辺。ここがカバエリアです。さあ、次行こう。さあ、次のエリアは、動物がいないぞ。てか、迷いそうだな。迷うな、これ。いたいた。ここが前回作ったアルパカエリアだね。で、その近くにゾウがいたはず。いたいた、ゾウエリアです。よし、ここら辺に止めといて。まあ、でもゾウエリア一番最初に作ったから、なんか狭いね。まあ、後で広くしとこう。いやー、この動物園も結構大きくなってきたね。いや、ただ、トイレが2つしかないって。さすがに、これ順番待ちやばそうだけど。
2000人に対して2つだからね、トイレ。ちょっと増やしとこうかな。さすがにこれは、ちょっと、途中で漏らしてもらっても困るしね。じゃあ、ここにポン。ここにもポン。よし、とりあえずアップグレードしたんで、トイレは4つで十分かな。3000人しかいないからね。ということで、僕の動物園でした。また次回もね、どんどん動物を増やしていこうと思います。トイレも、暇だったら増やしておこうと思います。それでは、コメント、グッド、チャンネル登録よろしく。